芝市場ってんだ。まあ適当にやるわ。芝生、あざなは四条。芝居の次男で芝氏の弟である。彼ら兄弟が世に登場した頃、義は危機を迎えていた。義弟宗妃の死を受け、五色が同時に攻めてきたのである。芝生は父や兄と共に迎撃準備を整えていた。工房将軍が南安で窮地に陥っている。早く助けに行かねば。だが救援すればこちらが手薄になる。ここを敵に奪われたら俺たちの責任になるぞ。落ち着け。お前たちがうろたえたところで何も始まらぬわ。誰か状況を説明せよ。諸葛亮を討ち、諸君を完膚なきまでに叩く。二度とこの地を踏めぬようにするのだ。これで消えてきてよな。諸葛亮は天水にいるみたいだ。一人だけじゃきついだろう。助けないと。戦を抑え、戦を有利に導くのだ。この陣形、あなたの手によるものですね。さすがはこれ一徳か。まだやつだ。諸君、橋をバカにしているのか。先で惑わそうとしてもそうはいかぬ。無事でよかった。よくあの諸葛亮相手に持ちこたえたな。ああ、加工派だった。これで消えてきてよな。おい、脅威？上の空だな。なんだ、もう少し嬉しそうにしとけよ。芝居殿、諸軍を追撃しなくてもよろしいのですか？諸葛亮はあの脅威を
しばし父上神秘殿この五条原で職をプナキまでに叩く諸葛亮貴様の命脈もここまでよ我らの死力を尽くし打ち果たしましょう力出そうこれで消えてくれよな守りは我らが受け持とう決して何者にも抜かせはせぬぞ今こそ敵の要所を叩くのださあ参ろうぞわれらの進む先は誰にも阻ませぬこれで消えてくれよなそれおいよ入って一度引きましょう引いてもう一度私にとって最後ハハハハハ思い知ったか諸葛亮この決戦、我らの勝利だ敵将、討ち取ったぜシバイ殿ったく、いきなり全部兄上に任せるだなんてもしかして父上ここまで来て全部めんどくさくなったとか、はあ、なんだよ元気出会い頭にため息なんて疲れてるのか四条殿あなたは分かっていて見当違いな軽口を言ういちいち指摘するのも面倒になったの
悪かったよ元気。けどよ、みんな頑張って働きすぎなんだよな。先帝も父上も兄上も諸君も高尊厳も自ら進んで戦を起こす必要はないだろうに。確かにな。どこもお前のようにのんきな大将をいただいていたならこんな乱世に陥ってはいないだろう。お、カジュ、お前最近どこ行ってたんだ。落葉じゃ見かけなかったが。少しな。だがそれもあらかた終わった。高尊厳の討伐には俺も出よう。それより気をつけろ師匠。五条原の前は芝居殿の起点でやり過ごしたが、芝居一族を厭う声は確実に存在し続けている。同時に総一族より俺たちを当てにする声もな。このまま国が真っ二つなんてことになったら面倒極まりないぜ。そうならないために資源殿を支えないと。資源殿もきっと四条殿を頼みにしていると思う。そうか、兄上なら何でもそつなくこなすし俺の助けなんかいらないだろう。またそんなことを。あなたが怠けていないかちゃんと見ているから。俺もできる限り手を貸してやる。お前は感謝するだけでいい。二人ともありがとね。高尊厳はこちらの降伏勧告を断ったようね。敵は城平城にあり、速やかに高尊厳を討ち乱を鎮めるのだ。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。者ども、城を出ずに戦え。持久戦に持ち込み、敵の疲弊を待つのだ。受け取ってくれよな。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。我が縁が、我が城が、芝一族め、おのれ。城兵は落ちた。我らの勝利よ。愚者の相手はこれで最後にしたいものだ。高尊厳の一族は皆処刑せよ。洛陽にいる高尊厳の芝居殿、高尊厳の討伐ご苦労だったな。父上、本当に
しばし殿が。高尊園討伐における活躍は聞き及んでおるぞ。私にかかれば、僕など敵ではない。手始めに艦中を落としてやろう。なんとか艦中まで。あ、おはん、しばし殿らが兵を率いて、皆よ、速やかに落葉をせせよ。その後壁外の曹操を討つのだ。
一族め、我らに取って代わるつもりだったとは。我らが立った真意がまだわからぬ。ボング曹操、貴様を巨匠へ連行する。受け取ってくれよ。勝負討ち取ったぜ。上に立ち入ることは許さぬ。引かねば切り捨ててくれようぞ。加工派が職に亡命。そうそう、芝居殿、横領殿、今は同勢力で争っている時ではない。世を乱す逆賊横領を討つ。軍に奪われたら面倒だ。そう、兄上に後でなんて言われるか。敵の援軍が来たなら仕方ない。やられる前に一気に城を攻め落とす。国家を思うがままに操る芝一族を討つ。わしは断固として戦うぞ。ここらが限界か。だが貴様らに不満を持つ者はこの先も。乱は制した。しかしこの勝利、身を削っただけの虚しきものに。父上、乱各愛の奥方は許されたみたいだな。本当に良かったよ。そうね。でも芝居殿と資源殿がそう取り計らったのは、各愛殿を憐れんだだけではないと思うけれど。ああ、各愛が離反したら痛手になるって、そういう判断だったってことか。師匠殿、割り切れない気持ちはわかるけれど、結果として各愛殿のご家族も救われた。そうだ師匠、何を憂うことだ。そりゃそうだけどよ。
重要なのは結果だ。その結論に至る理由にこだわる。二人とも、分かったよ。殿の一族は軽視を免れられぬ。だがせめて我が妻の命だけは。兄上は双方殿を廃止。状況を報告してくれ。はっ。五軍は皆我が軍は五により分断された。合肥新城までの道、全力で切り開くぞ。多くの味方がチリチリになっちまった。かき集めて撤退しないとな。私の手でこの地に葬ってくれよ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。これほどの優勢を覆されるとは、我が軍に気の緩みがあったとも思えぬが。それで消えてくれよな。危機は去った。今は皆の無事を喜ぶべきか。これで五軍は調子に乗って。やはり五軍は勢いに乗り、この合肥新城に戦力を集中させ、味方を援護し、この苦境を覆すのだ。足場を崩し、戦意を損。投降で勝利し、勢いは今我らにある。この機にしばしを討ち取るのだ。太刀に乗じる敵の勢いは侮れん。我が天命が試されている。これは影と侮りついたか。
けにはいかんのだ。まさかこの兵力差で敗れようとは。これがギルの底力か。皆よく苦難に耐え、この城を守り抜いた。お前たちの奮戦、忘れはせぬ。ああ、体が熱い。熱っぽいとは思っていたが、これは。合皮心情は守り。どうした？ジル、喜ぶの？はい。ゴーを撃退することで先の敗戦は帳消しとなった。今周囲はしばし殿への称賛で溢れている。いやーよかった、兄上もこれでやりたいことができるだろう。師匠殿、本当にそう思っているの？まあそう言うなよ元気。兄上の道が開けたのは事実だろ。もう俺がいてもいなくても。師匠、笑えない冗談はそこまでにしよう。しばし殿の勝利は芝一族の台頭を確かなものにした。お前は嫌おうなく表舞台に引きずり出される。覚悟するんだな。めんどくせえ。まずはその口癖から直してもらわないと。四条殿の振る舞いは注目の的になるのだから。元気まで二人とも勘弁してくれ。味方将兵の指揮は天を。ここで、はい、しばしど、この進行を指揮する脅威を討ち取る。無謀な戦を繰り返す愚かさを教えてやるのだ。上昇の悲願、必ずや。今度こそ北伐を成功させるのだ。デヌ、両兵艦へ増援が送られている模様。敵の層は厚く、総鎮様が苦戦しています。厄介だな。何か止める手段はないか。もう一つお知らせがあります。女室様が味方を攻撃しているとの方が。待て、女室はそんな奴じゃない。それは敵の偽物だ。手を打たねえとまずいぞ。
防御体制を取るのだ。私は上昇、直感の願いを追っている。お前たちの前に屈するわけにはいかない。死を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。まだだ。陣のようなため、私は倒れるわけには。修練を積み、再戦を期す。我らの勝利などは、はい、兄上の怪我の回復が思うようにいかない。今は体を動かすのも辛いみたいだ。芝生殿。おや、想像しいのが来たようですよ。呪春にて環球剣と文剣が反乱を起こしたそうだ。なんだって。環球剣は五都の戦で実績があり、葬儀への忠義も厚かった。私にはこの方がにわかには信じられぬ。環球剣はあの花光源と親しかった。花光源が処罰されたのを見て動いたんだろう。花光派と同じようにな。芝生殿、こうしている暇はないのでは。紹介殿、控えて。でも師匠殿、諸葛丹様、環球剣は五と君この巨匠にも。みんなうろたえるぞ。葬儀を盾にあがく者たちを消し去る好機。環球剣と文剣を討ち取れ。これより味方の援護に向かう。続け。汚な芝一族め、貴様らの思い通りに消されてなるか。葬儀を乗っ取らんとする逆賊しばしめ、その横暴、その傲慢、許しはしないぞ。これで消えてくれよな。しば家の戦を止められぬか。もはや引くしかあるまい。敵将討ち取ったぜ。
おのれ、芝一族め、この屈辱はいつか必ず注いでくれる。これで乱は収まろう。だが傷も癒えぬのに少々無理をした。しばし殿、逃走中の環球剣を捕縛。しばし殿は？ああ、傷の状態が良くないんで先に巨匠に帰ってもらった。すまないが俺が代わりに聞く。報告を続けてくれ。承知した。文金文王親子は後に逃亡、すでに我らの届くところではな。まったく、環球剣はどうしようもない無能だな。しばし殿の怪我は相当悪いらしい。工事は弟のしば将殿に託されたとか。またとない行幸よ。しば将殿に父や兄の。何をふざけたこと。ギガニコ。自分はこの度義弟宗坊様より安政将軍に、先ほど職が再び進行してきたとの報を受け、つきましては。そうか、だが俺は。当該戦況は？職軍は各所を抑え我らを待ち構えています。敵の先鋒は加工派です。加工派かよ。職で歓迎されたってのは本当？四条、元の仲間だからといって情けはかけるな。奴の強さは手心。ああ分かってる。やるなら徹底的に叩く。奴だってそれくらいの覚悟で臨んでいるはずだ。この進行は脅威が指揮している。奴を撃てば職軍も引くはずだ。兄上たち、見ていて。私
力いっぱい頑張ってここを守るから。あれ、この兵器どう使うんだっけ。敵に向けて撃てばいいのかな。幼少なのに守れなかった。私が非力だから、みんなごめんなさい。やっと帰れるぜ。他の血が落とされたのか。こうしてはいられん。奪還せねば。これより任務を開始する。浸透出してきたか。なめられたものだ。いざ覚悟せよ。これで消えてきるんだ。出れや。これ一時か。あれ、相手は違う戦いになった。だがひとまず職軍は撃退できたか。敵将撃ち取ったぜ。やっと帰れるぜ。我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。進軍しないと統治できない相手がいるんだ。任務遂行のため進軍を開始する。目標に向かって突き進め。魏軍にここまで押し返されたか。だがこれ式のことで引き合わせぬ。これで消えてくれよな。はいはいはい。よし、今は引くが、まだ諦めぬぞ。上昇から受け継いだ志、次こそ必ず。その執念、同時に恐れいるぜ。けど俺にも譲れないものがあるんだ。敵将撃ち取ったぜ。芝将殿の的確な指示により任務は遂行されました。いや、相手が破綻していたから勝ったんだ。国力の回復も待たず無理に攻めてきたからですよ。余裕がないと正常な判断がつかなくなりますから。芝将様、職からの投降者が相次いでおります。いかがいたしますか。ほら、ネズミが逃げ始めましたよ。いよいよ職は沈みますね。よし、投降者に会ってみる。師匠殿、
気をつけて。死角が紛れ込んでいる。元気は心配性だな。けど俺はどうしても食の現状が。今食の国内では何が起こっている？教えてくれ。はっ。食では脅威の強硬路線についていけず、離反者が相次いでおります。でもまた脅威の優雅ままに戦を続けています。龍禅様は、いえ、龍禅は劉備様や諸葛亮様の志を微塵も継いでくださらなかった。諸君はあの暗愚のせいで終わってしまう。師匠殿、教えてくれてありがとうな。俺たちは投稿者を全て受け入れる。悪いようにはしない。ありがたき幸せ。さ、楽陽に戻ろうぜ。師匠殿、何を考え込んでいるの？諸君はもはや本来の目的を失って戦を繰り返している。諸君の国内には義との戦は民や兵を疲弊させているだけだと気づいている者もいるみたいだ。どうすればこの無意味な戦いを終わらせられる？難しいものね。義と職の間には長年にわたる因縁があるから。けど因縁があった人間はもうこの世にはいない。そう簡単なものではないのは師匠殿もわかっているのでしょ。せめて職側に師匠殿と同じ考えの人がいればうまくいくかもしれないけど。師匠、受信に不穏な動きがある。呉に攻め入る予定もないのに城内に兵糧や兵器が過剰に集められているようだ。まったく、こんな時に面倒くせえ話を持ってくるなよ。放っておいた方が面倒なことになるぞ。わかったよ。諸葛丹に会いに行く。そうだ、途中で兄上にも挨拶をしていくか。巨匠に寄っていこう。芝将様、急報です。受信の諸葛丹が呉と結び反旗を翻したとのこと。まさか。なぜこの時期に。わからない。師匠殿、諸葛丹殿に使者を出して問いたださないと。ああ、そうだな。だが戦にも備えておかないと。呉も相手となると兵力が欲しい。陛下にもご出陣を願おう。元気、紹介のもとに行ってくれ。ご出陣の件、陛下に働きかけるよう伝えるんだ。分かった。受信の門は閉ざされている。兵を整えるなら可否がいいだろう。ああ、みんなも早速可否に向く。そういや果樹、例の黒幕の洗い出しの件はどうなった？もう少し待っていよ。小さいです。
使女。こちらから送った使者は諸葛丹に斬られたそうだ。なんだよそれ、あいつらしくもない。諸葛丹、何があったんだ。諸葛丹は激高すると何をするかわからない。私はそう忠告しましたよ。話を戻しましょう。城内には後に逃亡した文金もいるようです。裏切り者同士、さぞ仲がいいんでしょうね。諸葛丹の範囲は決定的だ。師女、もう悩む必要はあるまい。やはりそうなるか。理由を追求するのはその後だ。全軍に次ぐ呪春を攻略し、反逆者諸葛丹を捕らえろ。諸葛丹、お前が本気ならこうするしかない。呪春の諸葛丹を撃破する。進軍せよ。事件、いざ参る。ここを落とし、敵本陣へと攻め入るぞ。なんという勇猛さだ。あやつの戦意を削ぐことはできぬものか。ちったら訓練してるみてえだな。全力で行くぞ。強敵と見える。我が策の見せ所であろうな。これで切り切れよな。この分事件と勝負だ。これ言っとくか。なんという強さ。ほらやっと。ここは引く。敵将撃ち取ったぜ。これ言っとくか。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。またも我が武が退けられようとは。私はどこかで道を誤ったのか。やっと帰れるぜ。退くことはできる。何としても奴らを撃退するのだ。俺にしちゃ上出来だな。師匠殿、やればできるというのに。この地の攻防は
戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。開くことなどない。さあ、私を斬るがいい。いや、聞かせてもらうぜ、諸葛さん。今までずっと義に忠を尽くしてきたお前が、どうして反乱なんて起こした？今さら何を言う。私に反乱の疑いをかけ、密偵にまで探らせていたのは貴様ではないか。密偵だと？俺は知らない。あくまでしらを切るか。このような時だけ狡猾なことよ。それだけではないぞ。しばし殿は自らが悪となろうと不和の根源を断つことで天下を安定させていた。だが貴様は食との和睦を図るなどして柴志殿のやり方を否定しようとしている。貴様に柴志殿の後を継ぐ資格はない。諸葛官、お前の言い分は分かった。じゃあ俺の話を聞いてくれ。兄上や父上、それから宗妃殿に曹操殿、あの人たちが目指したのはただ一つ、乱世の収束だ。その志を継ぎ完遂させることこそ葬儀の継承だと俺は思っている。な、やり方は時代や人によって違うだろうさ。そのやり方に固執して志を見失っちまったら、兄上や父上にあの世でどやされる。今まで葬儀を支えてきた人々を冒涜することにもなるだろう。私が間違っていたのかもしれない。諸葛さん、なあ、俺がお前を疑ってるって誰から聞いた？それは陛下だ。私は陛下に利用されたのだな。だが柴将殿の言う通り、陛下のやり方では乱世は終わらぬだろう。諸葛だ、柴将殿、私を処罰してくれ。乱を起こし多くの兵や民を犠牲にした罪は重い。その代わり、どうか自分に従った将兵たちは許してほしい。わかった。将兵の命は保証する。感謝する。これからどうする、四条。密偵を放ったのはお前だな、果樹。密偵の存在が諸葛丹に反乱を起こさせた。奴の言を気にしているのか。それ以前に
奴は帝とつながっていた。遅かれ早かれ背いていただろう。それとも故意に反逆を起こさせたと俺を罰するか。いや、いい。一度巨匠に戻るぞ。反乱の罪は全て諸葛丹が負った。文金もすでに死んでいる。だからお前たちは処罰しない。芝生殿、感謝いたします。感謝いたします。もしお許し願えるのなら、今後は芝生殿のために戦いたく。戦いたく。そうか、お前たちが力を貸してくれるなら嬉しいぜ。これからよろしくな、文王、文子。はい。ありがたき幸せ。やっぱりそういうことか。これまでの内乱は全て陛下の差し金だったとは。無理もないことだろう。いや、道理だと言うべきか。しばしは力を持った。それは才と実力、そして実績に見合った力だ。それがただ血筋のみで天使となった者にどう映るかなどは考えるまでは。ああ、めんどくせえ。俺たちは葬儀のために尽くしてきたってのによ。ああ、誠実に、ひたむきにな。そして、その過程で曹操を討ち、政敵を排してきた。それがこうも裏目に出るなんてな。もはやお前は葬儀、葬儀の脅威なのだ。どうする師匠よ。このまま頭を垂れ、奴らが腐れ落ちるのを見届けるか。俺の天命ってことか。葬儀を終わらせる。俺たちの手で新しい時代を作ろう。芝生殿、義弟からあなたを討伐するよう詔勅が下りましたよ。帝から名指しされた気分はどうです？ついに来たかって感じだぜ。向こうもやる気満々ってことだな。諸海、すぐに当該と文王を連れて蜀との国境を固めてくれ。なるほど。愚直な脅威がこの木を狙わないわけはありませんね。あなたご自身の安全は、そち。元気、果樹。俺と一緒に洛陽に来て。
四条、やはり脅威は大規模な遠征軍を起こしたようだ。ま、当該たちがいるからそっちは大丈夫だろう。俺たちはこっちでやることがある。四条、いい顔をするようになったな。果汁殿、それ以上は。いいんだ元気。義弟総坊は葬儀の志である乱世の収束を目指していない。自分の保身を考えていたずらに内乱を起こしている。このままではいずれまた乱世に逆戻りだ。先人たちが築き上げたものが無になってしまう。これから決闘のみが拠り所となった葬儀を潰す。四条殿、俺の手で乱世を終わらせるため僧帽を撃つ。義弟、僧帽を撃つ。葬儀を終焉に導く。もう戻れはしない。暴挙断じて許せぬ。我が命に変えても逆賊を撃つ。本性を表したな逆賊め。この機に芝一族を皆殺しにしてくれる。やればいいものを。逆賊を治癒することもできぬとは。どうかお許しを。
撃だな。シズノ殿、やればできるというの。逆賊どもが真に刃を向けるとは断じて許さぬぞ。真に備えがないと思う。逆賊どもへ一斉に追いかけよ。芝一族、この疲労深く歴史に刻まれるであろう。陛下を恣意したこと、俺の胸にも刻みましょう。これで葬儀は真に近づくな。芝将、貴様は何をしようとしているのか分かっているのか。わかっていますよ。お別れです、陛下。ゲロウ、陣に近づくな。やめろ、やめ。ゲロウ、陣に近づくな。やめろ、やめ。重いな。そうね、でもまだ終わりではない。あなたはこれからもっと重いものを背負うはず。ああ、もし重すぎるのなら私も背負う。だからいつも通りのお前の知ったが、今の俺にはありがたい。元気、ありがとな。これからもそばにいてくれるか。そんなセリフを今言うなんてずるい。紹介か。お疲れさん。ショクとの戦はどうだった。東洋にて大勝利を収めましたよ。まあ私がいれば当然の結果ですが。もう職は虫の息です。今なら生徒まで容易に攻め込めるのでは。ああ、義も語も職もいつの間にか古くなってたってことか。紹介、諸将に天水へ向かうよう伝えてくれ。承知しましたよ。師匠殿。紹介の進言を入れ、これから生徒を攻略する。もはや職は国の体を成していない。俺たちの手で乱世を終わらせるんだ。
己の目的を失い形骸化した蜀を滅ぼせ。この一発で蜀を滅ぼす。長きにわたる三国時代を終わらせるのだ。生徒を包囲できれば勝利は確実だ。そううまくことが運べばいいんだがな。決して諦めはしない。これ一時か。ほらやって。敵の要所を落とそう。みんな、私についてきてくれ。ここは一時下がるしかない。体勢を立て直し、次こそは必ず。さんが高まろう。私たちは友軍に合流するぞ。あれ、みんなどこ行くの？待って、私も行く。大切な人の思い、笑顔を守りたいんです。落城は絶対に渡しませんから。
練習相手が来てくれて嬉しいです。どれだ、これで消えてくれよな。よっよっ、来た、やろうや。これ言っとくか。まだやっ、この知力が破れようとは。エレクション打ち取ったぜ。真の三国武装だ。みんなどこ行くの？待って、私も行く。これで消えてくれよな。受け取ってくれよな。守れたく敵の足場を崩し、戦意を損。生徒は私が守り抜いてみせます。竜の妻として最後の務めを果たしましょう。センターを開く。私たちも戦わなきゃ。高校生徒に敵が。この戦の結果は動かせないかもしれないな。測定の動きが鈍いな。竜講師、噂通りの暗部なんだ。これで消えてくれよな。これ言っとくか。ほらやっと狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。これで消えてくれよな。やはり力及ばなかったか。よく戦ってくれた。攻撃態勢を解こう。諸軍が戦意を失ったな。ここは竜講師の出方を見る。敵将討ち取ったぜ。
これでようやく大きな面倒が一つ片付いたな。何を言っている師匠、まだ最後の爪が残っている。何かと食帝龍禅の章だ。敗者には敗北を深く刻まねばならぬ。己が敗者だと忘れぬ印を。それが龍皇子の命だって言うのか。これ以上ないほどのな。それはなしだ、カジュ。悲しみのない世を目指す。俺は龍皇子がそう言った。それを裏切ることはできない。その甘さが再び世を乱すとしても逆だ。人ってのは許されることで安らぐんじゃないのか。そう、孫悟。ならば乱世を終わらせてみせろ、お前のやり方でな。ああ、まあ見てろって。芝将は龍禅の降伏を受け入れ、蜀を滅ぼす。乱世は彼のもと確実に収まりつつあった。そんなある日、芝将は安楽公に報じられた龍禅のもとを訪れる。彼は龍禅に敵味方を超えた何かを感じていた。流れゆく雲の下で二人は静かに語り合う。こんにちは、芝将殿。よう、龍皇子。最近はどう過ごしてる？心安く。時折寂しくもなりますが。食が恋しいってわけでもなさそうだがな。そうですね。偉大な先人たち、その志を受け継ぐだけの器を私は生まれ持ってこなかった。それを思い知るたび寂しくなるだけです。そうか。よっと。俺も時々不安になるよ。三国を作り上げた先人の器はあまりに大きい。広く深く、その器の縁はあまりに高い。だが彼らはもういない。その器の中でいつまでも甘えていてはならないんだ。器の深さを知り、その中に満たされた思いを知り、それでもそのすべてを飲み込んでいかねばならない。強いな、あなたは。私にもその強さがあれば。よしてくれ。そしたら俺はお前を切らなくちゃならない。俺もお前も覚悟を決めたはずだ。お前はそれを貫け。俺は
天下を一つにする。